高橋由一チャンネル。5万円クーポン配布に960億円ってなんでこんなことを進めるんですかって。正直言って分かんないね一回5万円5万円で分けないで1回で10万円配っちゃ終わるんだと思うんだけど、なんで2回に分けるのかよく分かんないですけどね。自民と公明がこういうふうに政治的に決めちゃったっていうのが全てなんだけど、まあどうしてそういうふうに分けたかっていうのをたどっていくと、5万円現金で配る、あと5万円をクーポンにしないと貯蓄に回っちゃうって話だったよね、でそこが基本的にマスコミなんかも貯蓄に回っちゃいけないと思い込んでるのが、まあ基本でしょう。貯蓄に回ったら消費の喚起にならないっていう言い方するんだけど、ちょっとね、経済学ちゃんと勉強してる人から見たら、ちょっとおかしいんだけどね、これはね。そうなんだ。どういうふうにおかしいかっていうと、 GDP っていうのの構成要素は何になるかっていうと、民間の場合は消費投資で成り立ってて、あとは政府消費、政府投資、あと輸出プラスして輸入マイナスっていうのが GDP の定義式なんですよね。でこれはそれぞれのコンポーネントっていうか、消費が重要だって、これが半分ぐらいなんだけど、その他に投資っていうのもあるよね。でそれで GDP が成り立ってるから消費が落ちるっていう言い方をするんだけど、貯蓄にもあると、これはそこの消費の部分は確かに落ちるんだけど、ちょっと時間が経ったとぐるぐるって回るんだけど、経済はね、お金はね。それで貯蓄になったのはどこに行くかっていうと、実はこれは銀行貸し出しを経由して最後投資になるんですよ。だからこれで、そのさっきのコンポーネントって話をすると、消費と投資で民間の GDP 成り立ってるんだけど、消費が減った分はちょっと後の段階だけど投資が増えるって、そういうことになっちゃうわけ。だからその消費だけを着目して減った減ったっていうのは本当におかしくてそれでこういうのを経済で勉強するときに最後、IS バランスっていうのを勉強するんだけどね。 IS バランスってどういうのかっていうと、インベストメント&セービング。セービングっていうのは所得から消費を引いた金額だよね。でこれが増えるといずれインベストメントが増えるっていうのは実は習うはずなんだけどね。まあだからこのマスコミとあと役所もそうなんだけど、なんか消費が減るからって一個だけでもちょっとぐるっと回ったらちょっと次増えるっていうのを分かってないで言ってるだけなんだよ。だから頭が構造の問題だと、もう1個しか頭入んないわけ。もうだから IS バランスなんか私なんか大学で教えるけれどさ、1個しか頭入んねえからもう大変なんだよね。消費が減った結果貯蓄が増えて、それがまあ投資の方に回るっていう話っていうのは理解説明するのはすごく大変ですよ。だからもうこういうふうに ロジカルっていうか段階を追った話っていうのは絶対にマスコミには理解できないんだよ。あとに政府の役人もそうだよ。これ分かんないんだよ。分かんない。消費が落っこちるから、そこだけで GDP 落っこちるっていうでしょ。ちょっとぐるっと回って投資が増えるって話は分かんないんだよ。その時間差っていうのはどれぐらいなんですか。これはちょっとここはそう簡単には言えないから、だからこれは経済学ですぐの時もあるし、すごくずれちゃう時もあるわけ。まあ、これはしょうがないんだよ。その時間差が嫌だからっていう考えでやってるってことではない。知らないで言ってるだけでしょ。いや、ちなみにさ、 IS バランスの話なんて知らないでしょ。じゃあ勉強してない人は知らないよ。だから IS バランスと言われたとき、インベストメント&セービングっていうのは IS と I と S が一緒になるっていうふうなことを教えるんだけど、このインベストメントイコールセービングになるってことしか知らないでしょ。そんなね、あと取ってつけたようにいろんなこと言うとね、すぐそこがバレるよ。もうね、そうだ、ちゃんと勉強してないっていうのはすぐ分かるもん、こっちは。ああ、そうなんですね。これを普通の言葉で言っちゃうと、消費しなくてもいつかするからでしょっていうのと似たような話なんだよね。そうですよね。でもそれではすぐ投資の方に回って、投資の方がちょっとズレがあったりするからね、そう簡単に分かんないのと、あとさ、経済の全体の話って自分の目の前のことしか分からないじゃない。だからこの今の、消費がしないで貯蓄に回って投資に回るっていうのは全然自分の目の前と全然違う社会のどっかで起こる話だから分かんないんだよ。そういうことなんだ。だってみんな目先しか分かんないんでしょ。違う？そうですね。目先しか分からないんでしょ。だからこういうふうな間違いをするんでしょ。だからこのマクド経済って話についてはこう目先の話じゃなくて、社会のどっかでこういうことが起こってるかっていうことを説明するんだけど、分かんないでしょ。だからみんな経営者もなんか企業経営者も経済が分かんない人が多いんだよ、このマクド経済の話にすると。目先しか見えないから。まあそれは人間でしょうがないんで、半径2メーターぐらいしか分かんないんだよ。
だからこういう学問があるんだけどね、この学問の話をすると俺はそんなとこ見えないって人ばっかりだから、もう自分の方が固くなに正しいと信じるからね。そうなんですか。じゃない自分の目の前の話しか信じられないっていう人多いでしょ。だからあの頭の中にいろんな構造があったり、いろんなことを同時に考えられる人はこういう話っていうのは分かりやすいんだけど、でもマクド経済学なんて経営者だって分かるのはもう何パーセントもいませんよ。ほとんどみんな目の前で自分の業界だけだよ、そんなもんだよ。だから要するに経営者の人が経済が分かってなくて、お前が分かってねえんだろうって、そういう話だよまあ日本経済新聞なんかもこういうの分かんないで書くからね、消費が落ちてどうのこうのって書くからね、もう本当にお里が知れるような話ですけどね。だからこれはそういうふうなのが背景にあるんでございますよ。まあそれでもね、あれだよね、そのこういう話をしないで消費があのどうのこうのって言ってる人いるから、まあ本当にね、まあ、いっぺんにあれだよね、極端な話言えば2回に分けて配るんだったらいっぺんに配るっちゃうという話で、そうですよね、こんなの社会常識でそうでしょ。そうですよ、ね、2回に分けたら銀行手数料2倍払うけど、そういう話になるわけじゃない。で、なんで1回にしないんだって、1回にすればいいだろうって、あとはもうどういうふうに使おうとね、あのその人の勝手でいいじゃないかって割り切ればそれっきりじゃない。 そうですよ、ね、そんないちいち使い方までさ、もうなんか言うなんてことはおかしいじゃない。いやだから去年の10万円で別になんか何もしようないと思うよ。で、ね、今回だからああいう形にすると申請書を送って国民から送り返させてそれで振り込むって形でしょ。これ今回大変だから、実はあの児童手当のやり方って使ってるんだよね。児童手当は、まあ、そんな申請書送らなくてもできるんだよね。だからその児童手当を使うから18歳って決めちゃったんです、先に。だからあの一番あの去年の送り方の私の言う政府交付手だったら別に全員に送るだけで終わるから、そういうのは楽でいいんだけどね。そういうことをだからあの政府交付手のやり方をしないから先に18歳って決めて、そういう中で話してるだけだよ。だからもうはっきり言ってこのグダグダなんで政策がグダグダなんです。もうだから役人がやるとこういう感じになるんだよね。あ、なんかその自治体によっては現金でもいいですみたいな。もちろんそうだよ、最後は自治体は現金でいいですって言うんだけど、自治体の方も現金でってそういうふうに方針があるから、あの やりにくいよ、正直やりにくいです、うん、それだったら政府で最初から言えばいいんだよ、まあ、そうするとこれを決めたら自民と公明がかっこよくなるだけなんだよ。あ、うん、青なこと決めましたっていうのようなもんでしょ。そうですね、うん、だからかっこ悪いから自治体もできますなんてわけのわかんないこと言って、それだったら最初から10万円でいいじゃないかと終わるじゃない。そうです、本当にグラグラ。まあ官僚がやってそのまま受けるとこういう形になるわけ。これは官僚がベースを考えたって、そこら辺決まってんじゃない。だから去年岸井がさ、困った世帯だけ配りたいって言ったのと同じだもん。あれも官僚が、それはだから、そう財務省が言ったんで三角4兆円なんだけど、今回はその4兆円も配らないで2兆円だからね、もっと渋ってるよね。それでそれをあの、まあ、その当時は、まあ、自民あの公明党とか安倍さんなんかがこれひっくり返したわけで、全国民にしたんだけどね、今回そういうふうにひっくり返す勢力見なかったってことですよ。基本によるのはお金あんま使いたくないから。もちろんそうですよ。だからあの一番簡単なのは全国民に10万円っていうのがあれで、政府行ってが一番簡単な裁量者なんだけどね、これをやらないってことだよ。補正予算で余ってるのとかバレるんじゃない。信じられないけどね。でもまあ岸田政権ってこんなもんなんだねあのだからわけわかんないにクーポンに配布にまた960円なんて言われてさ、はい、あの公明党の人はさ、はい、これはやむを得ないって自分が言ってんだからな、やむを得ないって言うだろうけどね、もう本当にバカみたいな政策だよ本当ですね、うん、もうなんかもう理解苦しむよ。だからマクロ経済の理解もないし、これで分けるなんて発想もない、ひどいよね。こういうのを、ね、やるときね、あのね、いろんな国のやり方はね、見たらいいんだよ。こんなクーポンで配ってる国なんかないですよそうです、ね、だって面倒くさくてしょうがないし、あとクーポンっていうのは商品券みたいだと無記名証券だから送るの大変なんだもん。 あれもう送るのだけで書き留めしなきゃいけないってことになるから、あれだけで金かかるよ。学習に関係あるものにしか使えないみたいな話、ね、商品券ってそうなんだけど、でも記名がないでしょ、はい、だから図書券みたいなもんなんだけど、それだと図書券だって別にあの名前書いてないでしょ。名前書いてないってことは、実はそれは送るときに間違って送ったらもう最悪なんだよ。じゃあ転売できちゃう。転売できちゃう、もちろん。オークション出てくる。オークション出てきてまたそこで叩くんだろうけど、でもこの記名証券じゃなくて名前が入ってないから必ず出れるんだよ。だからこういうやり方ってすごくアホなんだけど、アホなっていうのは本人が分かんないんだよね
分かる人が見たら、だからいろんな国でやってないってことだけで分かるんだよ、すぐ。なんでやってないかっていう理由がある？もちろん理由があるからやらないんだよね。これがすごくいいやり方だったらいろんな国でやってるはずなんだよね。そうです、ね、うん、そういうのが分からないからこういうアホなことをやって、あ、だからアホですねって私なんかに言われるわけ。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。